はいそれまは A が B に土地を売却し代金支払い期日を定めたときは A の代金請求権の消滅事項はその期日から進行する丸か×かという問題です。 この問題考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは丸ですね支払いの期限を定めていることから代金請求権は確定期限付きの債権となりますこの確定期限付きの債権では期限が到来した時から消滅事項が進行するんですね代金の支払い期日を定めたこれが確定期限です 確定期限がついた債権ですよね。請求権っていうのは債権なので。で、これは、この期日の日から消滅事項が進行するということです。だから丸だということですね。で、消滅事項の起算点と、履行地帯の起算点。この違いってわかりますでしょうかこれが試験のポイントです。 この消滅事項の起算点と履行地帯の起算点の違い、これについてはですね、別途動画がございます。右上のところにリンクを貼っておきます。またですね、あの、下の概要欄の方にも URL 貼っておきますので、そちらの方からご確認いただければと思います。基本が分かれば解けるようになります。ただ、その基本を理解していない方が多すぎるんですね。だからどれだけ勉強しても落ちてしまいます。なので、基本を理解したい方はぜひ、個別指導をご検討ください。 基本を理解することで、勉強した分だけ実力がつきます。無駄な勉強もしなくて済みますので、ぜひですね、しっかり基本を理解していきましょう。で、問いにですね、宅建業者 A が B を代理して、B の所有するマンション30個を不特定多数のものに反復継続して分譲する場合、B は免許を受ける必要はない。丸かツかという問題です。で、これ答えはツですね。 B は売り主です。で、A が代理人ですね。で、B さんが A さんに代理として販売を任せたんですね。任せたとしても、B さんは免許を受ける必要があります。B はえマンション、つまり建物ですよね。これを不特定多数のものに分譲、これ売却してるんですね。したがって、宅建の免許が必要だと。宅建業の免許が必要です。 これ今回の問題、結果として売り主 B さんも代理人、A、宅建業者 A も免許が必要になるんですけども、この問題は勘違いしている人が非常に多いんですね。で、その原因っていうのは、民法を理解してないからなんですよ。民法と今回の問題っていうのは、実はつながってるんですね。今回、宅建業法の問題ですけども、民法もつながってるんですねで。こういった部分できちんと得点できるか、それとも失点してしまうのかで、やはり合否が決まってしまいます。 なので、こういった合否の分かれ目となるような問題を絶対特定したいという方は、ぜひ個別指導、ご検討ください。で、問い3ですね。商業地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、容積率の制限は適用されない。丸るか×かという問題です。これ、答え、×ですね。今回、容積率ってなっているのが誤りで、憲兵率にすれば正しい問題文になります。 ちなみに商業地域のぺい率っていくつでしょうかこれ80%ですね。これはもう頭に入れておいてください。ぺい率80%ということは、100平米の土地があれば建築面積80平米の建物を建てることができるということなんですね。で、今回商業地域内でかつ防火地域内にある耐火建築物については、もともと憲率80%なんですけれ建い率は80%なんですけども、それが 制限がなくなるんですね。まあつまりまあ100%になるとまいったイメージです。 まあ、つまり、敷地いっぱいまで建物を建てることができるんだっていうふうに、えー、頭でイメージしていただければと思います。今日もいろいろ理解しなければいけない部分、えー、あったんですけども、この無料の動画ではですね、そこまですいません、お伝えできていませんので、ちゃんと理解をして点数を上げたいという方はですね、ぜひ、え、個別指導をご検討ください。理解しないとやっぱりですね、どれだけ勉強しても、過去問の点数は上がるけれども、えー、本試験の点数は上がらないというふうになりますので、えー、ちょっともったいないですよね。やったけれども、結局、合格できなかったって、最終的 なっちゃうんですよ過去問の点数は上がりますよ40点とか45点取れるようになるんですけども本試験で、えー、取れなかったら意味ないですよねで多くの方が過去問の点数が40点以上取れるようになって実力がついたと勘違いしてしまって本試験迎えて、えー、30点そこそこで、えー、落ちちゃうともういう方がもうほとんどなんでもうそうならないためにも是非ですね理解学習を実践していただきたいと思います、えー、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので是非ですねご確認いただければと思います 今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオ野でした。